今回はドリフトパッケージ 2WD RTR のこちらジャイロの設定方法についてご紹介したいと思います。ジャイロというのはこちら見てください。もう車が横に滑ったらハンドルが勝手に動いてますね。ドリフトをした時に車がスピンしないようにハンドルを支援してくれる装置のことを言います。それではジャイロの方を説明したいと思います。ジャイロゲイン、ゲインといってもなかなかわからないと思うんですけれども、ジャイロの感度の調整ということで、感度の強弱をこれから調整したいと思います。調整の範囲としましては、車がスピンしやすいような状態の時はジャイロゲイン、感度を上げていきます。で、逆にハンチング、ハンドルの動きがパタパタしている状態の時はジャイロゲインを下げていきます。はい、それでは、ジャイロゲインの調整の方法をご説明したいと思います。まずはこの3チャンネル目のボタンを2回押してピピッという音を鳴らせるようにします。これ1回オンだとダメです。でもう1回ピピッとなります。ここから右にハンドルを切って、はい、戻りました。ここから今ジャイロゲインが、50% の状態なのでこの状態です。ここから左側に切る、見て、分かったと思いますけれども、右にハンドルが切れました。この状態になってしまうと、ジャイロゲイン設定モード解除になってしまっています。その場合ですと、もう一度最初からですね、3チャンネル目のボタンを2回ピピ音を出すようにして右に切ります。そこから戻ってハンドルをニュートラルにして、ここから右に切ります。それで最後ピピッという音で完了になります。これで、ジャイロのゲイン、今右側にいっぱい切ったので、ジャイロゲイン 100% ということになります。これが 100% の動きなんですけれども、再度ですね、ジャイロの設定に入って 100% かどうか確かめてみたいと思います。じゃあププってなってから右に切ります。でハンドルが戻ります。で手を離して、そこから 100% でしたら右に行きます。これは 100% です。それではジャイロゲイン0の設定方法をしたいと思います。また3チャンネル目のボタンを2回連続して押してピピッという音が鳴ったら、ハンドルを右に切って設定モードに入って、ここからこのハンドルを左に切って、そしてボタンを2回押す。でまっすぐになったらまた2回押す。これで設定完了となります。どうですか、ジャイロゲイン0はまるっきりハンドルの支援されていません。それでは最後にジャイロゲインの調整方法、すごいところ説明したいと思います。このジャイロですね、左にいっぱい切った状態で調整すると、ジャイロゲイン0です。で真ん中の状態で、ジャイロゲイン50で、右にいっぱい切った状態ではジャイロゲイン100ということですけれども、0と 50% の間とかで、調整すると、例えばジャイロゲイン25とか30とか、細かい数字では見れないんですけれども、この切った角度でおおよそ、ここは30だなとか40だなというので調整することが可能です。もちろん50から100のところの間も同様ですね。60、70、80、90、100といった感じで、ジャイロゲイン調整することができますので、ぜひ皆さん試してみてください。
番外編としまして、一つ、アドバイスですね。ジャイロの設定とかをしていまして、なんかこう変な動きになってしまって、例えばハンドルが右に切れっぱなしになってそこから戻らないとか、そういう状態に、言うならばもう迷子ですね、迷子になった時にエンドポイント設定をすることで元に戻ることがあります。調整方法としましては、コントローラーのスイッチを入れて、で、設定ボタンのところを押しながら車体のスイッチを入れます。設定 A ランプがゆっくり5回点滅、そして次に3回早い点滅がして、ランプが点灯に変わります。そしたら右へ左へ、そして最後ニュートラル、設定完了となります。これがエンドポイントの設定となります。ハンドルを右左して最大切れ角が設定されたことになります。万が一迷子になった時はエンドポイント調整をお試しください。